りしようと思います。今から踊る曲はステージで踊るのが4年ぶりの曲です。皆さんにこの曲をどうしても見ていただきたい。呼ばれていなかった5年間の間に、各地で踊っていた曲です。桜の暁と書いて奥義と呼びます。この醍醐の茨城の本当の暁を祈って皆さんへ行きます。奥義